にゃ、二人とも早かったね。それで、可愛子ちゃんはどこかな？フォローに入らなくて済むなら、イアスを連れてこなくてもいいだろう。あの子にも休憩は必要だからね。ちっ、こうなると分かっていたら何かしら理由を捏造したのに。もう隠そうともしなくなっちゃったね。どうどう、いい子だから怖がらないで。ここにいるお兄さんもお姉さんも悪い人じゃないさ。もう論理コアを起動しちゃったの？本当に大丈夫？安心して、今のところ部分的に動かしてるだけだから。前回の診断の後、データの徹底的な整理をしたんだ。その時エーテル侵食によって感染させられたデータから基本機能の操作権限を抽出した。あとはデリケートな残留データを削除すれば、プロトタイプの技術資料をスリーゲートに納品できるよ。フェアリー、デリケートなデータとやらの削除手伝ってあげられないかい？否定。禁断の果実テストに合格した論理コア、すなわち自我を持つ機械のコアシステムは、私の対話プロトコルと互換性がありません。無視して強制介入した場合、予期せぬ結果をもたらす可能性があります。またエーテルに侵食されたデータとは極力接触したくないというのもあります。フェアリーの力にも限界があるんだね。ちなみにエーテルに侵食されたデータに触っちゃうとどうなるの？気持ち悪さを表現する比喩を10パターン用意しました。また参考までに人間が許容できる不快指数を10点満点で評価します。どれをお聞きになりたいですか？じゃあ10パターン中一番気持ち悪くないやつは何点なの？11点です。 OK、 言わなくて結構だ。10パターンとも削除しておいてくれ。今回の依頼はパエトーンとしてじゃなく、普段の君たちでいてくれたらいいよ。というのも、私が調整してる間、いくつかの簡単な動きを介して、この子の命令認知システムに命令と行動をリンクさせてあげる必要があるんだ。簡単に言うと、右、左、ここをタッチ、そこをタッチ、みたいな命令を出すから、この子の前で実演してほしい。この子はそれを見て、命令と行動の関係性について学習するから。認知が形成されたら、今度はこの子の命令に従って行動して。そうすれば出来たての認知を固定化してやれる。小さな子供にハイハイや捕まり立ちを教えるようなものさ。簡単だろ。先にこの子のシステムチェックを始めておくから、君たちの準備が整ったら始めよう。
お疲れ様。よく頑張ったね。これで正確に命令を認知するようになったよ。唯一の心残りは可愛いイアスが来なかったことだけさ。あの丸っこいフォルムでポテポテ走る姿を見たくてこんな調整プランを用意したのに。グレースさん、本音が漏れているよ。よし、これで制御システムのマッチングは十分なレベルに達した。早速フルで起動させて効果を検証しよう。本当に大丈夫？また暴走しちゃったらどうするの？大丈夫さ、準備はバッチリなんだから。部外者は全員避難させたし、この子の燃料も必要最低限の分しか入れてない。会社の保険もこないだ更新したばっかりだしね。あ、二人とも障害保険は入ってるよね。アクシデント前提の準備じゃん。全然大丈夫ないよ。安心して、私はプロのメカニックなんだから、その辺はよく心得ていると思う。さあ始めるよ。制御システムの権限には異常なし。では命令認知テストを始めるよ。5メートル前進。機体は命令を実行せず。もう一度繰り返そう。5メートル前進。おかしいな、どうして命令に従わないんだろう。またどこかが変になってるのかな。やば、お兄ちゃん早く隠れて。操作パネルのバッテリー切れだ。ああ道理で反応がなかったわけだよ。そもそも命令なんて聞こえてなかったんだからね。ああよかった。お兄ちゃん、グレースさんにはもうイアスを触らせないでね。賛成だ。また機械が暴走したんだと思って焦ったよ。予備のバッテリーを取ってくるから、代わりにこの子の面倒を見ててくれるかな。まだ認知システムが不完全だから、あまり刺激を与えないようにね。それと君たちを含め知らない人を近づけさせちゃダメだよ。あははは、私も一回ビデオ屋に戻ろっかな。ここはお兄ちゃんに任せるね。慌てないで。これは認知ユニットが長時間命令を受けてないせい。システムが自己診断を走らせてる。ん？この前のメカニックさんじゃないか。ん？私たち面識あったっけ？どうして私のことを知ってるんだ？しまった。うっかり口が滑った。じゃああんた、あの鉄の魔女のお弟子さん？だからここで見張ってるわけ。それにしても、この自己診断プログラム、どうしてこんなに強烈なサインを？もしかして。
ダメだ、近づくな。心配しなくても自分が何をやってるのかくらい分かってる。あの女が手掛けた機械なら背中にリセット用スイッチがあるはずだ。それを使えば。おっと、警戒しなくていい、鋼鉄の頭でっかちくん。私はあんたを助けに来たんだ。やっぱり自己診断中に繰り返しエラーを吐いてメモリがオーバーフローしたんだね。これなら再起動で十分だ。あの女、工業用の機械に論理コアなんて面倒なものつけるからこうなるんだって。グレースさんのやり方が間違っていると？あの鉄の魔女が間違えるなんてことはないんだ。むしろこれは業界を揺るがす革新と言っていい。さすがはグレースさん、あの若さで白技重工の技術責任者を務め上げるだけはある。ち、皮肉だってば、皮肉。あの女にしてこの弟子あり。だね、論理コアとは機械に独立した意識を付与できる貴重な技術の結晶だ。機械を啓発して禁断の果実テストを通過できるほどの自我、魂とさえ呼べるものを持たせるポテンシャルを秘めてる。とはいえ重機みたいな道具には必要のない能力だね。作業能力と効率において白技重工のマシンには独自の強みがある。それは確かに認めざるを得ないけど、生産と維持にかかるコストには到底見合ってないのが実情。でも残念ながら買い手は見栄えがいいだけの機能を求めるわけ。いかにそれが無駄で制御の効かない代物だとしてもだ。おかげで業界中が流行に踊らされ、こぞって道具に人格を与える研究をしてる。あんたに聞くけど、木を早く切るためだけに斧にエアブースターと知能システムを積んで何かするたびに我が主よって叫んでほしい。へえ、エアブースター付きの斧か。もし実在しているならぜひ拝んでみたいね。あんた大人になってもロボアニメに夢中になってるタイプの人間だね。いい？お弟子さん、道具は所詮道具なんだ。量産できて使いやすくていくらでも替えのきく使い捨て。感情を与えたり天津さえ人間より大事に扱うなんて邪道もいいとこ。まさにあんたの師匠こそがそういう人間なわけ。人格化 OS の新しい応用を掌握してるからって偉そうに人間を見下して、道具に執着するあまり本末転倒になった異端者なんだから。え、また動き出した。違う、止まれ。さっきのは無意識で、敵意はないって。起動を中断して。はあ、危なかった。間に合ってよかったよ。君、あまり刺激を与えないでって言ったよね。って、お？ベティ、どうしてここに？大した用事じゃない。スリーゲートが我が社との技術提携の申し出を受理したって知らせに来ただけ。協定の日、私たちのどちらか一方だけが技術支援を勝ち取ることになるんだ。覚悟するんだね、グレース。わざわざ伝えに来てくれたんだ。お疲れ様。他に用事がないならうちの問題児の調整に戻るね。あ、そうだ、君も今日は手伝ってくれてありがとう。
また力を借りたいときは連絡するから、今日はもう帰ってもいいよ。今の見た？もう少しで危ないことになってたのに、弟子のあんたよりも機械の心配をしてた。あれこそかの冷たい鉄の魔女にふさわしい態度だね。けど大丈夫、人を軽んじた代償はもうすぐこの私が払わせてやるから。